昨日ここ神戸市の路上で店舗に並んでいた女子高校生6人のスカートの中を盗撮したとして会社員の男が現行犯逮捕されました。性的姿態と撮影の疑いで現行犯逮捕されたのは京都府福知山市に住む会社員の男です。警察によりますと男は昨日午後4時過ぎ神戸市中央区の路上で店舗のショーケースを見ていた女子高校生6人のスカートの中にスマートフォンを入れたカバンを差し入れて動画で撮影した疑いが持たれています。通行人の男性が犯行を目撃し男に声をかけて近くのビルの中で取り押さえたということです。調べに対し男は間違いないと容疑を認めているということです。